上原良治、上原良治、上原良治、1922年9月27日から1945年5月11日は、大日本帝国陸軍軍人、陸軍特別攻撃隊、第56新部隊員、長野県北安住郡七高村、現、池田町に、医師の上原虎太郎の三男として生まれ、旧保高町、現、安住の市有明で育つ。 二人の兄、吉原と達夫は共に、慶応義塾大学医学部を卒業後に軍となり、達夫は領事が、慶大に進学した年に、ニューヘブリデス諸島の沖で、潜水艦と共に沈んで戦死している。旧西松本中学校を卒業後に上京し、慶応義塾大学予科に入学。1942年に、 慶応義塾大学経済学部に進学するが、経済学部在学中に長兵猶予停止によって、学徒出陣、大学を繰り上げ卒業した。1943年12月1日に、陸軍入営。不評第50連隊に配属となり、第2期特別操縦見習い士官として熊谷、陸軍飛行学校入校、縦林教育隊にて、操縦訓練を開始し、 1944年に、熊谷陸軍飛行学校を卒業した。1945年5月11日午前6時15分、陸軍特別攻撃隊第56新部隊員として、他の隊員たちと男ならを合唱した後、相木の三式戦闘機、飛遠に登場し、チラン基地から出撃、約3時間後に、沖縄県カデナの米国機動部隊に突入して、戦死。 去年22二、戦没学生の手記、聞け和田摘の声、岩波文庫では、書簡という題名の遺書が、関東に掲載されている。この文章は、多くの人々の胸に響き、映画、聞け和田摘の声や、ドキュメンタリー番組でも特集されるなど、戦没学生の手記の代表格とされたびたび、取り上げられている。なお、特攻出撃前夜に、陸軍報道班員に、 所管を託していた。2006年10月22日、池田町に、上原の記念碑、石碑が建立された。栄光ある、祖国日本の代表的攻撃隊とも言うべき、陸軍特別攻撃隊に選ばれ、身の光栄これに、かぐるものなきと痛感いたしております。思えば長き学生時代を通じて得た、信念とも申すべき、理論万能の道理から考えた場合、 これはあるいは自由主義者と言われるかもしれませんが、自由の勝利は明白なことだと思います。人間の本性たる自由を滅ぼすことは絶対にできなく、たとえそれが抑えられているごとく見えても、そこにおいては常に戦いつつ最後には勝つということは、かのイタリアのクローチェも言っているごとく真理であると思います。権力主義全体主義の国家は一時的に流星であろうとも、 必ずや最後には、破れることは明白な事実です。我々はその真理を今次世界大戦の数軸国家において見ることができると思います。ファシズムのイタリアはどう、ナチズムのドイツまたすでに破れ、今や権力主義国家は土台石の壊れた建築物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今現実によって証明されつつ、 過去において歴史が示したごとく、未来永久に自由の偉大さを証明していくと思われます。自己の信念の正しかったこと、このことあるいは祖国にとって恐るべきことであるかもしれませんが個人にとっては嬉しい限りです。現在のいかなる闘争もその根底をなすものは必ず、思想なりと思う次第です。すでに思想によって、その闘争の結果を明白に見ることができると信じます。 愛する祖国日本をして、かつての大英帝国のごとき、大帝国たら使命とする私の野望は、ついに虚しくなりました。真に、日本を愛する者をしてた,たしめたなら、日本は、現在のごとき状態にはあるいは追い込まれなかったと思います。世界どこに置いても肩で風を切って歩く、日本人、これが私の夢を見た理想でした。 空の特攻隊のパイロットは一機械に過ぎぬと一、友人が言ったことも確かです。操縦感を取る機械、人格もなく、感情もなくもちろん理性もなく、ただ敵の空母艦に向かって吸いツく磁石の中鉄の一、分子に過ぎぬものです。理性を持って考えたなら身に考えられぬことで、強いて考えれば彼らが言うごとく自殺者とでも言いましょうか。精神の国。 日本においてのみ見られることだと思います。一機会である五人は何も言う権利はありませんが、ただ願わくば愛する日本を偉大なら占められんことを国民の方々にお願いするのです。こんな精神状態で取ったなら、もちろん死んでも何にもならないかもしれません。ゆえに最初に述べたごとく、特別攻撃隊に選ばれたことを光栄に思っている次第です。飛行機に乗れば、 機械に過ぎぬのですけれど、一旦降りれば、やはり人間ですから、そこには感情もあり、熱情も動きます。愛する恋人に死なれた時、自分も一緒に、精神的には死んでおりました。天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから、何でもありまん。明日は出撃です。過激に渡り、 もちろん発表すべきことではありませんでしたが、偽らぬ心境は以上述べたごとくです。何も系統を立てず、思ったままを雑然と並べたことを許してください。明日は自由主義者が一人この世から去っていきます。彼の後ろ姿は寂しいですが、心中満足でいっぱいです。言いたいことを言いたいだけ言いました。無礼をお許しください。ではこの辺で、異本となった ハニゴローチョ、ク黒チェには所々に、丸印が付され、それをたどると愛する女性へ送られた言葉が浮かび上がる。上記の一章、書簡の後半に、天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと記されているが、その彼女こそが、京子ちゃんこと石川語である。石川は、上原の日記にもたびたび登場しており、今夜苦の人であったと記されているように、 1943年に他の男性と婚約している。天国において会えると書いているのは石川が1944年に結核で病死しているためである。上原は過酷な訓練の毎日においても常に石川に対して淡い恋心を抱いていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。